Hey, what's up? I am Captain Trajo. 今回はオケコンで迷惑なヒカセンと遭遇、リアルにつながるヒカセンの悩みまとめというテーマでお送りします。今回お話しするテーマはこちら、オケコンで晒し事件、リアルよりもファイナルファンタジー14、仕事忙しくても楽しむには、この3つのテーマでお送りします。1つ目、オケコンで晒し事件、悩み相談読み上げます。相談になります。私は昨日オケコンに行ってきまして、とても感動したのですが、一つだけモヤモヤしたことがありました。私の隣の席の方が中腰になっており、後ろの席の方たち、カップルかな、すっごい舌打ちしてうるさかったんです。休憩時間に席を離れるタイミングがあったのですが、隣の方と後ろの人が言い争いをしている現場を目撃してしまい、後ろの人が大声でツイッターに晒すぞと罵倒してました。隣の方は申し訳なさそうにペコペコしてました。席に戻るとその方は痛い痛い言いながら着席しており、おそらく腰が痛くて中腰になっていたと見受けられます。隣の方がちゃんと座った後も、後ろの方たちはスマホを構えてひそひそ話してましたし、正直気分悪かったです。他のコンサートでは中腰禁止と注意していたりもしますけど、晒すぞなんて強い言葉言ってるヒカセンが同じ会場にいるのもなんだかなと。これってどっちが悪いんでしょうか。この一連の流れで思ったこと、どっちも悪い。最終的には晒すぞって言ってる方が、まあ、しょうもなくてダサくて痛いんですけど、最悪脅迫の可能性も見えたりするんですけど、中腰にならないと見れない状態で会場に出向いているのもどうなのかなとは思います。絶対後ろの人に迷惑をかけると分かってる状態で見に行ってるんで、確信犯なわけです。それで後ろの人から注意されるのは当たり前の話なんじゃないかなと思います。ただ口論になっているっていうことは、どちらかの言い方に問題があったと思います。カップル側が注意するときに言い方がきつかったのかもしれないし、注意されたことに腹を立てた中腰マンが逆ギレしたっていう可能性もあります。ただその場でツイッター晒すぞと言っているカップルの攻撃方法が陰湿すぎて草も生えねえっていうやつですね。この件がどうかは分かりませんが、過去に個人を特定した上、返信がなければ晒すと DM を送りつける行為は脅迫罪に該当しえますと、ツイッターで個人情報を晒すという DM が来た話で、まあ、弁護士が可能性を示唆する話っていうのもあります。まあ、今回のケースだと個人情報を特定しているわけではないと思いますが、顔とか晒すのなら何かしら被害は出そうな気はします。まあ、言われた方もそれでおとなしくなるのもね、ちょっとどうかと思いますが、結論としてはどっちも悪いが原因です。ただ基本的に日本のこういった会場のマナーってすごく良くて、まあ、海外だと環境もっと悪いっていう話も聞きますが、まあ、せっかくのオケコン会場でヒカセン同士でそんなことが起きるのは悲しい事件でありました。2つ目、リアルよりも14ということで質問読み上げます。タジオさんこんばんは。いつも動画投稿ありがとうございます。すごくためになる情報が多くて助かっています。ゲーム内の話ではないのですが、先輩ヒカセンの意見を聞きたくて質問させていただきます。私は22年8月から14を始め、先日やっと行月に入ったところです。恥ずかしい話ですが、14にはまりすぎて他のことにやる気が向きづらくなってしまいました。そこまで親密ではない距離感の知人に食事に誘われたりすると、14やりたいしなと思ってしまいます。会社の飲み会などももともとは好きで行く側だったのですが、最近は付き合いを考えて行ったとしても帰ってルレ回す時間もないなぁとか考えてしまいます。自分が14にハマってしまっているというのもあるのですが、先輩ヒカセンの方々はどういうふうにリアルとのバランスをとっているのかをお聞きしたくて質問させていただきました。長文になってしまい申し訳あり。あり？これに関してはね、聞く相手を間違えたな。俺は14に人生をかけてるぜ。と言っても、自分もね、会社員時代は長かったんで、すんげーわかる話だし、まあ、他にもこれわかるっていう人も多いんじゃないでしょうか。リアルとのバランスといっても、結局は自分のやりたいことをやる。これが一番の正解だと思っています。なので、飲み会に誘われても自分が他にやりたいことあれば優先してやります。ただ自分もね、飲み会とかが大好きなんで、ゲームよりもそっち優先するっていうタイプなんで、ここは好き嫌いが分かれるポイントだと思います。特に会社の飲み会って面倒くさいし、まあ、飲み会でも気使わないといけないからしんどいから行きたくないっていう人が大半だと思うんで、その場合は適当に理由をつけて不参加でいいと思います。飲み会を強制する権利は会社にないのです。
自分は逆に会社の飲み会とか大好きで、まあ、キーもあんまり使ったりしないタイプだから、ただ飯ただ酒食らえるならむしろプラスっていう感じで、まあ、ガンガン楽しんでいたので、本当にこれは人それぞれであると。そこで質問者の親密ではない距離感の知人の食事、これはね絶妙に行きたくない食事だと思うので普通に断ってもいいと思います。つまらない食事会ほど面白くないものはない。金も時間も使うし、正直何も得るものはないと思うので、後悔が残るような食事なのであれば断るべきだと思います。14だけに限らず、今後自分のやりたいことって、まあ、仕事であれ副業であれ趣味であれ何かしら出てくると思うんで、自分の人生の時間は限られているので、その中で自分のやりたいことを優先して、そこから視野を広げていって、他に自分がやりたいことなどを選択していけば自分の思うようなライフスタイルにできると思います。3つ目、仕事忙しくても楽しむには。質問読み上げます。トラジオさん、こんにちは。霊式投破おめでとうございます。自分も挑戦したいですが、仕事が忙しくてイン不定期、インできても1時間くらいしか遊べないため、霊式どころかフレンドとの交流もままなりません。せっかくだからたくさん交流したいのですが、やはりこの状態だと厳しいのかなと思っています。短時間不定期インでもコミュニティから浮かずに楽しむ方法があったらご教授ください。よろしくお願いします。確かにね、会社勤めしていて労働時間の長い会社だと、ゲームする時間もなかなか確保することができません。特に14はいろんなコンテンツを遊ぼうとすると膨大な時間が要求されてしまいます。その中で14内のコミュニティに属して人と交流して遊びたいっていうことですが、これは簡単に環境を作ることができます。結論、自分の環境と同じ境遇の人やグループを探す。14って平均的に年齢層が高いので社会人の割合も多いと思います。なので意外と同じ境遇の人も多いはずなので、そうなれば社会人前提のコミュニティに属せば理解も得られやすいと思います。例えばフリーカンパニーやリンクシェルの募集でも社会人限定、イン不定期可能といったような募集があります。社会人限定が一番マッチすると思うので、そういったところに所属するといいのではないのでしょうか。加入する際に自分の状況を伝えておき、加入後もリアルが忙しくてみたいな話をすると、実は自分もと同じ境遇の人を見つけて仲良くなる可能性もなきにしもあらず。あと浮きたくないっていう話ですが、人と異なる部分などそれぞれ個性は必ずあるので、浮かないようにっていう意識は捨てた方がいいと思います。人と違う部分がある以上、人によっては浮くっていうことは必ずあるんで、そこを変に意識して立ち回るよりも、少ない因の中でもどうやったら人と遊べるかにコミットして行動する方が自分のためにもなるでしょう。はい、といったことで、今年も残りわずかですが、やはりね、14とリアルはつながる、リンクするっていう部分はね、結構今生活でも感じることはあるので、まあ、これらもう一つの意見として参考にしていただければと思います。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トトトトトラトラジロー、トトトトトトラトラジロー、こんな感じに生きてゆくトラジロー運動。